言ってるよ、あと6、そうだね、50センチぐらいだもん。なかなかです、ね。なかなかだ。立ち、幅跳び2メーター95、これ入れてもいいよ。これはすごい特殊能力だ。おぎはぎ11、メガネビーキ11。すごい。若いのこの子は。21歳。21歳か。ああ、じゃあ、から伸びないな。世界記録ってどのぐらいあるんだろう、その、もろし。ねえ。工事の、調べらんないのかな。すごいよ。ちょっと、ムロフ、あ、ムロフじゃない、立ち幅跳びの世界記録調べて。うん。ラジオネーム、佐世保市那須沼。僕は自分の握り拳が口に入る能力があります。口に何か詰めることがあれば呼んでください。ああ、でも、握り拳入る人って、時々いるよね。いる。誰、なんか、近くにいた気がするよ、近くに。芸能人でいたよね。いたよね。香取君とはよく、やってました。香取やってたから。ああ。絶対入んないもん。絶対入んない。考えられないよ、ね。考えられない、これは。顎、口が大きく広がるの？顎が、でしょ？拳が小さいのか。ここじゃない？なんつうの？裏のところ。これはすごいね、特殊。ファームいらないね。何に使うかだろうな。だから口に何か詰めることがある。詰めるって何をだから。だから、こんなんとポッケにも入るもんな、そんな。でも、オーシャンズイレブンと考えてよ。なんかこう、やってるときに、やばい、見つかりそうだ、これ隠せっつって、絶対に隠れないようなものを口に入れるシーンとかがあったら、いいんじゃない？裸なの全員、裸にさせられてんの。で、すごい質問される。で、質問されるんですごい。質問とかされてどうするの？うんって首横に振るの。なるなる。なるなる。口がもういっぱい入ってるよ。うーって読まれる。なんか入ってんだろうって言ったら、ギュン、やるしかない。3メートル73。すげえな。それを超えてるって。3メートル73のさっき小木が、並んだじゃん？うん。あ、そうだね。あれ3メートル60だから。60。やっぱあれだ、あれぐらい。わぁ、すげぇよ。室伏浩二、それ超えちゃってるんだよ。超えてるってすげぇな、考えられないな。すごいね。うん。続いて、ラジオネームインテリスタ。小木さん、八木さん、こんばんは、うん。僕は口の中でベロを半回転させられます。クソメンらしい地味な特技だと自負してます。はいはい、半回転、半回転。か、か、やっぱりでしょ。こう。あ、ねじれるみたいなやつ。ああ。誰か女でいたなぁ。いますね。ねえ、誰かたまにね。ねえ。見せてくるね、そういうグラビアとか、うん、そういうやつが。ね、できてる？できてない。顔が曲がってた。顔がどんどん曲がってた。いつだ顔だけ、顔ちゃんと見て。ちゃんと見て。いいよ。顔が曲がってるだけ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。来てるよ、特殊能力。うん、ラジオネーム、毎朝お茶漬け。うん、特殊能力ですが、うん、私はエビが入っている食品を当てるのに、エビが嫌いすぎて、この能力が身につきました。メガネビーキーオーシャンイレブン入会希望。いや、ダメだよ、こんなの。エビ、いや、みんなね、例えば人参が嫌いな子供とかがね、人参をどんなに、コマが落ちたって、まあね、すりつぶして入れたってわかるみたいなのと一緒でしょ、うん、特にエビはもう出汁としてちょっと結構強いよ。ね、来ちゃうね。来ちゃう来ちゃう。エビは。なあもう誰でもわかるよ。これわかるよ。わかるわかる。うん。あとそういう甲殻類アレルギーの人とかは。そうだよ。そう。そんなもん。すぐにわかるしね。ねえ。あれは味でわかんなくても体に出ちゃうのか。出るから、そっちの方が仲間に入れたいよね。そうだね。確率だから。うん、確率だよね。うん、そう。うん。うん、ダメ、こんなエビが分かるのは、うん。ラジオネーム、埼玉市ディープ赤町。小木さん、八木さん、小瀬さん、こんばんは。僕は、あと30分後に雨が降ると、雨が降るのを少し前に予言できます。
匂いとかではなく、なんとなく肌で感じることができます。いるね。いる。これもいる。いるいる。このぐらいだったらな、風がちょっと吹いてきたりとかさ、なんか雰囲気でしょ。これ、そうそう、おぎと一緒で偏頭痛持ちの人とか、言うよね。わかるっていうよね。やっぱそういう低気圧で。気圧が変わってとか。うん、そうそう。これね、気圧が変わるのをね、多分ね、肌で、なんとなく感じてんだよ、これ。そう。そうなるよ。うん、だから、これはダメ。いる。いるね。うん。よくいる。いると思う。ダメか。うん。でも、雨降るって教えてくれるの、いいよ。イレブンの中に入っていたら、今洗濯物を干そうとした時にさ。そんな道理いらない、その時。今、ピンポイントでもうね、いけるからね、そういうものは。まあ、スマホとかでも。調べられちゃうじゃん。やっぱ特殊能力はやっぱスマホで調べられないのが特殊能力だから。そういうのがいいんだ。そう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 。だからダメよ、それは。エビは調べられないよ、だけど。スマホで。エビは、誰でもわかるからダメ、それは。味で、ね、うん。ラジオネーム、吹き棒。小木さん、八木さん、小手さん、こんばんは。僕の特殊能力は、目覚ましなしで時間通りに起床できます。あ、これもいる。こういう人いる。規則正しくじゃなくて。いや、これ。そうじゃないの。なんか、自己暗示的なやつらしいんだよね。本当に強く念じるんだって。朝の、やっぱり人間って体内時計だじゃん。うん、だから、それが正確なんらしいんだけど、朝8時に起きるってことをすごくこうと思って寝ると、その時間に起きれるって聞いたことある。へぇー。訓練で。不思議ですね。やってみたいな、休みの日にやってみようかな、ちょっと。うん。ねえ。うん。いけそうな気がするんだ。俺も大体、俺は起きた時に、あ、今何時だっていうのがわかる。ああ。例えば夜中とか、まあ朝、まあ、変な時に目覚めた時に、パッと。ああ。時に、ああ、何時だろうな。ええ。それも楽しみにしてる、そのクイズを自分の中で。起きた時に、はいはいはい、あ、今何時だなって。結構当たってる。当たってる？うん。俺じゃあ、真逆。俺今朝9時ぐらいかなと思ったら12時で、12時って思うか。俺はすごい当たってるよ。それ自信あるんだけど。俺起きてる時の体内時計すごいよ。今何時って聞かれたら。俺今何時って聞かれたら。今時計が1時54分。はいはい。53分とかでしょ、うんうん、そうよ、うん。これ、時計がなくても、今これラジオ始まって大体、そうね、53分、4分かなとか。わかる。なんかこう喋った感じの、そう全部だから、うん、もうアナウンサーがさ、ここじゃ3分でニュースとかなんか読むときに、パッと3分で終わらせられるようなやつね。できる。できる。俺はそうや、それで思い出したのは、まあ、家で、まあ、どっかさ、目的地に行くとするんじゃん。うん、旅行でもいいよ、なんかもう200キロぐらい先の。うん、で、高速乗ってさ、うん、で、あとじゃあ1時間53分後に着くとか、うん、でもその感覚で、うんわかんのも。それを時計見て、うんうん、じゃあ3時、今1時何十分だから、うん、3時43分に着く。うん。その目的地に。うん。そのナビ見ないよ。うんうん、うん。で、すると3時43分に着く。俺もそれ俺もそれあんの？ほんと、俺それよくやった。俺もよくやってんの、それ。そう。これなんか何分着くって。そう。誤差だいたい1、2分だよ。そうね。ね。あれなん、結構じゃあそれって、車乗ってるとわかんない。これはね、多分慣れだよ、慣れ。慣れなのかな。うん。目覚まし通りにね、これは、目覚ましの5分前にその消す友達いたしね。はい、5分前っつって。絶対に目覚まし時計を、はい、5分前って消すのが趣味なの。おー。へー、うん、すごいすごい、それ。あと、良い子の有野くんは、うん、電話がかかってくる前に必ず起きるの。携帯電話を枕元に置いてるんだけど、うん、夜中、どんなに2時とか3時で寝てる時でも、パッて目が覚めた10秒後に電話がかかってくる。へぇー。だから先に、この携帯の電波を、もしかしたら、入れちゃったの。ね。